怖っ、怖すぎる。やるときはやる女だぞ。レッツ断髪。今日は私またやってしまおうかと思っております。髪が長すぎる。こんなに伸びてしまいました。この前なんか崩壊で髪の毛を自分で切った時にめっちゃ賛否両論ですごい怒られたりとか、もう変だから早く美容室行けみたいなでも美容室私に行ってないんですよね。コロナがとどまることも知らず、咳は治らないしさ、もうね美容室でね1時間2時間咳が出ないで入れないと思うんですよね。ということでね、どうしてもまたやっちゃおうかな。まず前髪がこんなに長い、長すぎますね。これも長すぎる。横に流してればいい感じっちゃいい感じなんですけど、でこう縛った時にねこのぐらいでなりたいんですね。このぐらいにこんな感じ、長さ的には。で前は全部ピッチリと縛って縛って縛って、初めはこの辺で切ったのかな。でも頂点で切るとねトップが短くなりすぎる。あともっと前で縛る、この辺ぐらいまで持ってきて縛ってここをブシッと切ったこともあったんですよね。そうすると前髪綺麗にこの辺で短くなって、前髪短くしたかったからその時は結構良かった。そうすると今度どうなるかっていうと、この後ろの毛がぐるーんとここまで持ってきてここで切っても結局これだけ長い、戻った時これだけ長いじゃないですか。だから結構後ろの髪の毛はあんまり短くならないかったんです。美容師さんがでも見てたら怒られるの、こんなことしたら。美容師さんが見てませんようにお願いします。美容師さんちょっともう私のことはもうちょっと見て見ぬふりをしてください。こんな無謀なことやってる私怒ってもいいです。お叱りを受けます。で今日は後ろをもっと短くしたいんです。ということはこの辺で切ったらどうなるんだろうって思ってると、結構後ろが短くなるんじゃないだろうか。前髪も短くしたい時は前髪は前髪でまた前髪だけ縛って切ればいいんじゃないかなと思ってるんです。これは私の想像です。失敗したらひどい髪になっちゃう、どうしよう。ちょっと怖いからこのぐらいにしといてみようかな。それでもここは短くなる。この切り方って私思うに、これ初めはなんか海外のショートみたいなやつで、もうみんながこうやって髪を切ってたのを見たんですよね。今あんまり見ないけど見たんですよ。次から次へとみんなこうやって髪を頂点でやって切ってるっていうのを見て真似してみようって思ったん、ってみたいなって思ったのがきっかけなんですけど、頭ってこう丸いから、でこれを切り落とすと頭の丸みに沿ってっていうのかな、こうラウンドになるんですよね。段が入る。自分で切るとき段って自分では段入れられないじゃないですか。でもこれだと自然にこの丸さに応じて段が入ってくるっていうことなんじゃないかなって思うんですよね。じゃあ今日はあんまり怖いからこんな根元からは切らずにこの辺で切ってみようかな。切る。よし。この辺とかももうなんか段がなくなってきたっていうか、すごい変な髪の毛して前髪も長いし、わー長い、わーすごい変な髪型。よし、じゃあここから切ってみよう。もうこうなったら私はやるときはやる女だぞ。俺ほんと賛否両論で笑っちゃうんですよ。もうお叱りを受けてます。なんてことするのって、こんな雑な切り方でいいんですかみたいな。でもさ、まあちょっとなんていうの、こんなにね丁寧に切ってもプロじゃないから、もう所詮何やってもねプロの方に切ってもらったらいいんですよ皆さん。これはですね余興です。体を張った余興です。よし、今日はね頂点じゃなくほんと髪の後ろの長さをね切りたいから、この辺で縛ってみようと思います。で後ろを落としてみようと思います。段階的に応じてやってみますね。これをねここの先っぽを落としますね。こんぐらい、こんぐらい落とします。大丈夫かな、ジンバーさん大丈夫かな。もう心配、こう持ってここを切ろう。大丈夫かな、皆さんが見えるように。この下を切る。この辺で行ってみようか。怖っ、怖すぎる。怖いぞ。でもこのぐらいだったらいけるんじゃないかな。行くか。よし、行きます、行きますよ。レッツ断髪。にゃん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 。どうなってる、切れてる。怖い。大丈夫、大丈夫。よしよし。
切っちゃった。切りました。あ、こんな感じ。プチーン。わー、恐ろしい。喧嘩しないで。あ、すごい軽くなった。めっちゃ軽くなった。やった。え、いいじゃん。もうこんな結んだらこんな感じになりたかったの。よし、こんな感じで後ろは OK で、あとは前髪。前髪が長すぎるから前髪を、ちょっと待ってください。喧嘩しないの。次はこの長い前髪を切ってみます。前髪切るとき皆さんどうしたらいいと思いますか。前髪切るときはチョキ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 って切ったらいいんだろうか。ねじってこう切る。変な顔になったらごめんなさい。やってみよう。ねじって先っぽを切ってみます。動かないでね。美容師さんの人はいいですよね、自分でも髪切れて。そしてこの長そうなここのところをちょっとまずは切ってみる。こんぐらいかな。ちょっとだけ切ってみる。よし、いけ。キャッ、前髪こんぐらい。前髪ビビった。前髪ほんとビビります。あ、でもいいかもしれない。でもいいかもしれない。もっと短くてもよかった。私もっと短くてもいいです。でもこんぐらいかな。今日のところはちょっと縛り跡がついてるからぐちゃぐちゃに見えるけれども意外にいい気がする。これちょっと整えていきます。というわけでちょっとこの辺の縛り癖を取ってきてみました。こんな感じです。どうですか。別にそんなに変じゃない。そんなに変じゃないですよね。意外に成功した。今日なんかそんな気がする。こんな風になりたかったんですっていう髪型になったような気がします。今日切ったね、収穫はこんぐらい。こんぐらいね、くるくるくる。これとここがね長かった。私的にはこれが長かった。前髪はちょっとだけこれを切って。前髪もちょっと切りすぎなくてよかった。まだ本当は長いんだけど、まあこういう風に横に捨てればこのぐらいでもいいかなっていう前髪になりました。縛ってみるとね、私がね本当長すぎるなと思って縛ってどのぐらいになりたかったかっていうと、本当このぐらいになりたかった。こんな感じ。まさかすごい良くなったんじゃない。よかったよかった。これ本当にあのリハーサルができないから本当怖いですよね。本当怖いけど、あのあんま失敗しないんですよ。正直技術は必要ないからあんまり失敗しないと私は思う。ちょっとどうしても美容室に行けない事情がある方とか、今月どうしても美容室お金ピンチで行けないとか、ちょっとなんか病気があって行けないとか、あと物好きな人私みたいにちょっとやってみたくて、それ考えるとなんかめっちゃそっちの方がワクワクしちゃうタイプの人はやってみてもいいんじゃないかなって思う。今回はトップを短くしてないでしょ。前はさ、こうトップで縛ってここで切ったから、ここすごい短くなったんだけど、今回はトップ切ってないからそんな短くなってない。ここの長さだけが狙い通り短くなりましたというわけでいろんなパターンをやってみております。ぜひ参考にするかしないかはあなた次第というわけで今日も私的には成功ですじゃあね、皆さんさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。